ウィーンフィルハーモニー管弦楽団。ウィーンフィルハーモニー還元楽団は、音楽のトウィーンを代表する管弦楽団、オーケストラである。ウィーン楽友協会大ホール、ムジーク・フェラインザールに本拠を置く。正式な略称はドイツ語表記より、WPH であるが、もっと簡単に、WP ともする。英語表記の頭文字を取って、ベポと表記されることもある。 ウィーン国立歌劇場のオーケストラである、ウィーン国立歌劇場管弦楽団、六巻編成、150名ほどの団員のうち、入団を認められた者が、自主運営団体たる、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、合編成、120名ほどを構成する。大型の編成を求められる曲、マーラーなどでは、国立歌劇場の団員も、エキストラとして出演する場合もある。 1933年以来、常任指揮者は置いていない。定期演奏会のプログラムは、楽団にて、自主決定され、その上で、指揮者、独創者、歌手を楽団が招聘する。責任者である楽団長は選挙で選ばれる。定期演奏会はあくまでも年間契約者に対しての予約販売であるため、現地でも入手困難である。管楽器は、ウィンナーホルン、ウィンナーボエ ウィンナトランペット、ウィンナーパーケンなど、ウィーン独自の伝統的なスタイルのものが使われている。近年職人の減少により、日本の野派がこれらの楽器の開発と制作に携わっている。弦楽器は、コンサートマスターの一部を除いて、オトマールラング工房で制作されたものが用いられている。フルトベングラーは、かつて自分が監督をしていたウィーン・トーン・キュンストラー、管弦楽団、 現ウィーン交響楽団でウィーンフィルの使っている弦楽器を使用してみたが、ウィーンフィルのような美しい響きを作り出すことはできなかったと語っている。演奏はウィーンスタイルであり、ウィーンの音楽センス、私たちの音楽を持った指揮者でなければ指示に容易には従わない。キュンターバントがウィーンフィルに譜面通りきちんと弾くように指示したところ、 コンサートマスターのウィリー・ボスコフスキーからやめなさい。そんな墨をほじくるの僕らは好きじゃないと言われて拒否されたという。逆に、コンサートマスターのライナー・キュフ・ヒルは良い指揮者とは私たちの音楽を邪魔しない指揮者のこととごたうえで、ウィーン・フィル名誉指揮者のカール・ベームは天皇様のように怖かったです。無条件に従っていたということと回想している。そのカール・ベームは、ウィーン・フィルは 良くない指揮者をバカにする。そして、あのエロイカのテンポは、完全に間違いだ。それなら我々の方がよく知っていると、みんなで言い始める。ウィーンフィルでは指揮者が良くないと、全くバラバラになってしまうのです。こんなことは、ベルリンフィルでは決して起こりません。ただしウィーンフィルでは、全員にインスピレーションを与えられた時には、本来の姿よりも、はるかに偉大なことをやり遂げるのです。 およそ考えうる限りの素晴らしいことを実現しますと語っている1975年に来日した際の NHK インタビュー。定期演奏会は楽団にて自主決定されるため、たとえウィーン国立歌劇場の総監督や音楽監督であっても、楽団員から認められなければ指揮者として呼ばれることがない。定期演奏会の指揮回数を見ても、 ゲームが57回と最高であり、次に多いのは、ウィーン国立音楽大学出身のアバドやメータである、アバドが41回、メーターが29回。レコード会社の都合で、たびたび共演していたゲオルク・ショルティも、定期演奏会には8回しか呼ばれることはなかった。しかし、古学の演奏法が、理論的に浸透するにつれて、当時のピッチやボーイング、ビブラート、テンポ、 バランスなどの点で指揮者の意見が通る例が増えてきている。現代局のグリッサンドが必要なティンパニの場合は、ペダル式のドイツのギュンターリンガーのものを使用するか、第2奏者が調律ネジを操作する。通常はシングルハンドル式のウィンナティンニを使用する。楽器配置は対抗配置、第1バイオリンガと第2バイオリンが指揮台を挟んで、 タイになって向き合うように配置する方法。時計回りに第1バイオリン、チェロ、ビオラ、第2バイオリンの順に配置であり、打楽器は左手奥へ、コントラバスは金管の後ろ、オーケストラの一番後ろの列で横一列に並ぶのが一般である。また、弦楽器が指揮者の周りを時計回りに第1バイオリン、第2バイオリン、チェロ、ビオラの順に並ぶ配置を取る場合も多い。 ベームやカラヤンが指揮の時など、市販されている多くの演奏録画で確認できる。しかし、現代、モダン配置、弦楽器を第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの順に配置の場合もある、指されているバーンスタインとの演奏録画で確認できる。レパートリーは、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ワーグナー、ブルックナー、ヨハン・シュトラウス、ブラームス、 リヒャルト・シュトラウスなどいずれもウィーンとゆかりの新ドイツ・オーストリア系の作曲家が中心である。また、オーストリア帝国領内であったハンガリーやチェコ、イタリアの音楽などにも優れた資質を示す。さらに、ロシア音楽やフランス音楽の演奏でも一定の評価を得ている。ブラームスやブルックナーの公共曲など、ウィーンフィルが初演を行ったものも多い。 チャイコフスキーのバイオリン競争曲に町長も所演している。楽器は楽友協会保管の楽器が対応される。コンサートマスターにはオーストリア銀行提供のストラディバリウスのシャコンヌが対応される。運営には専門事務職員もいるが、チケット販売、コンサートやツアーの企画、スケジュール、指揮者の選定、人事、コンサート記録の保管、予算管理、 ポスターやグッズ販売を団員が主体的に自主運営している。ウィーンフィルハーモニー協会は自主運営団体であるが、そのメンバーはウィーンフィルの基盤となるウィーン国立歌劇場管弦楽団の団員としての活動が義務付けられている。1973年以降はオーディションに合格した後、まず国立歌劇場の団員として3年の使用期間を経て、 その間、ウィーンフィルの演奏にも待機団員として加わる。正式に、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の団員として採用される。1973年以前は、国立歌劇場管弦楽団の定員より、ウィーンフィルハーモニーの定員の方が少なく、国立歌劇場管弦楽団入団と、同時、ビリー・ボスコフスキー、ゲルハルト・ヘッチェル。 ダイナーキュッヒル等がその例であるあるいは短期間の後にフィルハーモニー協会に入会を認められた奏者もいる。一方で退職者が出てフィルハーモニーの定員があくまで数年間待ってようやく入会を認められる奏者もいた。現行と同様未入会期間中もウィーインフィルの演奏に待機団員として加わっていた。特に国立歌劇場総監督であった ヘルベルト・フォン・カライアンによって、国立歌劇場管弦楽団の定員が増員された1964年以降に入団した奏者は、フィルハーモニーの定員に変換がなかったこともあり、フィルハーモニー協会への入会を認められるまで、長期間を要する者も,も多く、規定が変更されて1973年3月1日付で、入会を認められるまで8年間かかった奏者もいた。 ウィーンフィルのメンバーとして25年間活動を続けた奏者は楽団からウィーンフィルハーモニーメイヨリングを授与される65歳定年後は巡団員となりオペラやウィーンフィルの海外公演や定期公演のような忙しい時ウィーン国立歌劇場管弦楽団ウィーンフィルのエキストラとして演奏する採用されるのは主にウィーン国立音楽大学の出身者で 先輩団員から直接指導を受けている多くの団員は演奏活動の傍らウィーン国立音楽大学で教鞭をとっている。また、採用される前からエキストラとしてウィーンフィルの演奏に参加している者が半数以上いる。ウィーン国立音楽大学出身者でなくともゲルハルト・ヘッツェルのように第一コンサートマスターであったボルフガング・シュナイダー班に直接指示した直弟子で 名誉指揮者のベームの推挙によって、コンサートマスターに採用された者も,もいる。1990年代までは、オーストリア、ドイツ人、または、旧、ハプスブルク帝国支配地域出身の男性に、ほぼ限定されており、女性団体などから社会的に批判されることもしばしばだった。しかし、1997年に、女性ハープ奏者、アンナ・レルケス、 1971年に国立歌劇場管弦楽団に入団。1974年からはウィーンフィルの勤務組合に所属しており、フィルハーモニー協会への入会は認められなかったものの、生団員と同様の報酬を受けていたを採用したのを皮切りに女性学員が徐々に増加している。帝国王立宮廷歌劇場、後のウィーン国立歌劇場のオーケストラとして、 1842年3月28日にレドゥテンザールにて行われた大コンサートもってウィーンフィルの誕生とする帝国王立宮廷歌劇場の学長で作曲家でもあった夫をニコライが指揮した。1847年にニコライがウィーンを去ってしばらく活動は停滞したが、1860年にカール・エッケルトが宮廷歌劇場の監督に就任し、 1860年1月15日にケルントナートを劇場にて定期演奏会を指き、以来現在まで演奏会が継続している。1870年には楽友協会大ホールが完成し、1870、1871年のシーズンから本拠地となった。1875年から1882年に、 かけて、ウィーンフィルのホルン奏者の出身である巧妙な指揮者、ハンス・リヒターを定期演奏会の指揮者、主席指揮者として迎え、リヒターを中心とした過剰的な暖かい雰囲気の中でオーケストラは木が発展を遂げた、ウィーンフィルハーモニーの黄金時代と呼ばれる。リヒターは、ブラームスの公共曲、第2番、第3番、ブルックナーの公共曲第8番を、 ウィーンフィルハーモニーで初演している。リヒターの後任として、グスタフ・マーラーが主席指揮者に就く、1898から1901年と、その妥協を許さない強烈的かつ革新的な姿勢で、学院としばしば衝突し、マーラーに反対したリヒター時代からの古参学院は、引退に追い込まれ、若い優秀な学院への大幅な入れ替えがあった。 定期演奏会でのマーラーのプログラムは、モーツァルトやベートーベンが主で、ベルリオーズの幻想公共曲やドボルザークの公共誌等も取り入れて、いたが、自作は取り上げなかった。1900年のパリ万国博覧会でも、マーラーの指揮のもと演奏を行った。これが、ウィーンフィル発の国外公演でもあった。オーケストラとの関係悪化により、マーラーが退任した後、 コンサートマスターで作曲家でもあった、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー二世が、主席指揮者に就任する、1901年から1903年、が、長くは続かなかった。その後数年観客演指揮者制となり、世界的に聖望のある指揮者人、フェリックス・モットル、エルンスト・フォン・シューフ、アルトゥール・ニキシュ、カール・ムック、リヒャルト・ストラウス、若き日のブルーノ・ワルターなどが、定期演奏会の指揮台に立った。 1908年にフェリックス・ワイン・ガルトナーが宮廷歌劇場の総監督に就任すると同にウィーン・フィルの主席指揮者として迎えられ、以後19年間、1908年から1927年にわたって輝かしい芸術的成果を上げる。同年にウィーン・フィルは公式に認可される教会組織となり、名称も新たにウィーナー・フィル・ハーモニッカーとなった。 1918年、ハプスブルク帝国が崩壊すると、パトロンを失い、宮廷楽団から脱皮し、労働者のためのコンサート、舞踏会主催、SP レコード録音などの収益拡大した。1922年夏には、ワインガルトナーの指揮で初めて南アメリカへ、演奏旅行を行い大成功を収めた。また、ザルツブルク音楽祭、ウィーンフィルと同じく百四十二年に、 創設において、オペラとコンサートの両面で活躍し、音楽祭の中心的な存在となる。このザルスブルクでの活動は、国立歌劇上層監督のフランツ・シャルクと、ブルーノ・ワルターの貢献によるところが大きい。ワイン・ガルトナーの後任の首席指揮者としては、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ライプツィヒゲバントハウス還元楽団の指揮者も、拳言していたビルヘルムフルト・ベングラーがおむする。 1927年から1930年がベルリンでの活動に専念するため数年で退任。国立歌劇上総監督に就任したクレメンス・クラウスを主席指揮者に迎えた1930年から1933年がクラウスが失脚してウィーンを去った後はかつて1903年から1908年に行ったように学院の投票によって 定期演奏会の指揮者を招聘する、客演指揮者制となった。当時、折からの世界恐慌で、演奏会の切符の売り上げが極度に落ち込み、学院の内輪で切符を売りさばかなければならない、ほどだったが、客演指揮者制に移行して、アルトゥーロ・トスカニーに、ブルーノ・ワルター、ハンスクナッパー・アーツブッシュ、オット・オクレ・ンペラー、カール・シューリヒト、ビクトロ・デ・サバタなど多彩な大指揮者たちが、 定期演奏会に登場することによって、そうした事態も解消された。ナチスドイツによる1938年のオーストリア併合は、ウィーンフィルの栄光の歴史に暗い影を投げかけた。ナチスにより、ウィーンフィルハーモニー協会に解散命令が下ったので、ある。フルトベングラーらの奔走により、解散自体は免れたが、その後は組織改変を断行せざるを得ず。 ナチス党員である学院が幹部に就任した。そして一部のユダヤ人の配偶者を持つ学院や、反ユダヤ人の学院は残留を許されたものの、多数のユダヤ系学院が対談に追い込まれるという大きな痛手を負った。ユダヤ系学院のうちコンサートマスターのアルノルト・ロゼーなどのように、大部分はイギリスやアメリカなどに逃れたが、やはりコンサートマスターのユリウス・シュトベルトカを含む六人は、 教習要所に送られ、そこで亡くなった。また、父がユダヤ人であるブルーノ・ワルター、妻がユダヤ系のエイリヒ・クライバー、ナチズムを含むファシズムに反対の立場を明確にしていたアルトロ・トスカニーニなどは皆、アメリカ大陸へ逃れてしまい、これらの大指揮者による演奏は不可能になってしまった。そのため、フルト・ベングラーや国立歌劇上総監督の カール・ベームらによって、イーインフィルの活動が続けられた。その一方で、後に、コンサートマスターに就任したボルフガング・シュナイダーファン、ワルター・バリリ、ビリー・ボスコフスキーといった、若い有能な奏者も入団した。演奏活動の面でも、ナチスのプロパガンダに、大いに利用され、ドイツやオーストリアの各地の軍事工場などで、多くの慰労演奏会を行った。 1945年4月、第二次世界大戦におけるナチスの敗北が目前に迫ると、ソ連軍がナチスを敗走に追い込みつつ、ウィーンの目前に迫った4月2日に、ウィーン・フィルはクレメンス・クラウスの指揮より、戦中最後の演奏会を行った曲目は、ブラームスのドイツ・レクイエム。演奏会終了後、フルト・ベングラーがかつて残した助言に従い、 ムジークフェラインザールを護衛するという名目、ウィーンフィルハーモニー国防団を結成し、学院のほぼ全員が空襲の激しいウィーン市街に残留した一部のナチス党員であった学院はリンツなどへ逃亡した。彼らはブルク劇場や消防署などの地下通路で生活し、ソ連軍が侵攻するまでの時間を過ごした。ソ連軍によるウィーン侵駐後は、 コンサートマスターでロシア語の感動なフリッツ・セドラックを学長としてオーストリア新政府やソ連軍と交渉しつつウィーンにおける文化活動の再開すなわち演奏会の再開に向けて指導したオーストリア独立宣言の日4月27日にやはりウィーンに残留していたクルメンス・クラウスの指揮のもとコンチェルトハウス大ホールにて解放記念コンサートを催した曲目は ベートーベのレオノーレ序曲第3番、シューベルトの公共曲、未完成、チャイコフスキーの公共曲第5番。しかし、戦後処理として、ナチス島院の学院の半分以上は退団となり、また、本業のオペラの本拠地である国立歌劇場は空襲で焼けてしまい、1955年に再建されるまでは、フォルクスオーパーやアンアウィン劇場を仮小屋とした。 フルト・ベングラーや、クレメンス・クラウス、ハンス・スクナッパー・アーツ・ブッシュ、カール・ベームなどの重要な指揮者たちはナチス、協力疑惑のため連合国軍によ、数年間指揮活動を停止させられたことにより、ウィーン・フィルの活動は、困難を極めた。ユダヤ系指揮者、ヨーゼフ・クリップスなどの尽力により、徐々にそのペースを回復し、大指揮者たちがウィーンに再び戻ってきた1940年代の、 終わりから、往年の栄光と輝きを取り戻した。諸外国への演奏旅行も再開された。1947年には、エディンバラ音楽祭に出演。式は1938年以降共演が途絶えていたブルーノアルター。1956年には、初来日した。周辺成の規模で指揮者は作曲家のパウル・ヒンデミット、東京宝塚劇場での公演であった。 同年11月年には、カール・シュー・リヒと、アンドレ・クリュイタンス、救世したエイリヒ・クライバーの役の同行で、アメリカへの学料が実現し、大きな成功を収めた。1997年2月より、それまで長らく受け取ってきたオーストリア政府からの補助金を受け取らないことを決定している。2005年には、フーの親善大使に任命されている。主席コンサートマスター。 1938主席コンサートマスター1945から1949主席コンサートマスター1949 1970主席コンサートマスター1972から1992主席コンサートマスター1992から2016主席コンサートマスター2016現在までに ウィーンフィルの式台に登場した主な指揮者は以下の通りである。第2バイオリン主席で楽団長も務めた夫をシュトラッサーの著述、栄光のウィーンフィル、全楽団長が綴る半世紀の歴史によれば定期公演の中でも重要な夫ニコライ記念コンサートの式をほぼ毎年式していたフルト・ベングラーやベームを実質的な主席指揮者とみなしている。また実際に 戦後の定期公演の指揮回数は、カール・ベームが57回と最多である、フルト・ベングラーが22回、カラヤンは18回。名誉指揮者の称号は、1967年のウィーン・フィル創立125周年を記念し、当時、オーストリア共和国音楽総監督であり、実質的な主席指揮者であったカール・ベームのために創設された。ベームの死後に、 カラヤンにも送られた。年間オーケストラに100日、オペラに300日の練習、公演をするので、楽団員の1日のスケジュールは昼間に、国立歌劇場でのオペラのリハーサルと、楽友協会でのオーケストラのリハーサルし、夜オペラの本番とハードであり、クオリティの保持も求められる。ニューイヤーコンサートのメンバーとオペラのメンバーは1年、交代である。 その他に特別演奏会として、ムジーク・フェラインザールや、ウィーン・コンチェルトハウスで演奏会を行っている。また、ザルツブルク音楽祭やウィーン芸術週間、ウィーナーフェスツ圏でのメインイベントとして演奏会が行われている。さらには、ニューヨークと東京及びケルンで毎年行われている、ウィーン・フィル・ウィークそしてユーロ・チクルス、ロンとパリでの各2回から3回のコンサートがある。 ウィーン少年合唱団の毎週日曜日のミサでは、伴奏も行う。ウィーンフィルの最初期のレコーディング、1924年の、機械吹き込みには、美しく青きどなう、ウィーン気質、天体の音楽、上事などワルツの曲が選ばれている、式は、バイオン奏者であったヨーゼフ・クライン。また、作曲家であるフランツ・レハールや、リヒャルト・シュトラウスの自作自演の録音も存在する。 近現代の音楽、戦後数年ぐらいまでは、学院が近現代の作品を演奏することに対して、あからさまに拒絶反応を示すことがよくあったという、レコードプロデューサーのジョン・カルショーは、1910以降、作曲された作品に関して演奏することを極端に嫌がるオーケストラと評している。春の祭典の大マニアで、レコードコレクターであった、英文学者のカギ谷幸信は、それでも、 この曲を演奏する上での欠点と呼ぶには美しすぎると書いている。マーラーの弟子であったワルターやマーラーの公共曲を得意としたバーンスタインが数多く取り上げるように言ってからマーラーはウィーンフィルの主要レパートリーの一つとなった。近年では新ウィーン学派やハンガリー出身でウィーン在住だったリゲティなどもブーレイズらと頻繁に取り上げるようになった。 創立以来ウィーンフィルのメンバーを中心として結成された室内楽グループは、弦楽器、管楽器ともに数多い、著名な団体を下記に列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。